小島虎次郎小島虎次郎4月3日1929年3月8日は日本の洋画家。小島虎次郎記念館岡山県川上郡下原村に小島や吉と雪の次男として生まれる。聖家は橋本屋と称して旅館、志田修行を営んでいた。1901年絵画を学ぶため東京に出る。千九百二年東京美術学校西洋画家戦火に 入学。倉敷の実業家大原家の小学生となる。後、大原家当主となった一歳年上の大原、孫サブローとは、生涯信仰を持ち、経済的援助を受け続けた。1904年以来の早さで卒業。1908年ヨーロッパに留学。1909年ベルギーのゲント美術アカデミーに入学。 1912年には同校を主席で卒業し、大正元年となった同年11月に帰国。1913年石十字の長女、優子と結婚。その後、絵画制作の傍ら中国、朝鮮を旅行。また、孫サブロの依頼を受け絵画買い付けのため、数度ヨーロッパに渡りもね、エルグレコ、ゴーギャン、ルダンなどの作品を購入した。 この収集品が、後の大原美術館建設の礎となった。1924年明治神宮法参会より、明治天皇を称える壁画の作成を依頼された。しかし壁画制作による過度の疲労のため、この作品を完成することなく1929年、死去した。去年47。なお、この壁画は、友人の吉田法により1934年に、 完成し、明治神宮、聖徳記念絵画館に所蔵されている。1972年から2017年まで、倉敷宝石記念館内に、大原美術館別館として、小島とラジロー記念館が開設されていた。大原美術館では、倉敷市、本町の旧中国銀行倉敷、本町出張所建物に、小島の作品や小島のコレクションの古代、エジプトや、 西アジアの美術品を展示する新小島館を開館する予定。2022年4月開館予定だったが、コロナ禍で経営が悪化し、資金不足となり、展示室は整備されているが展示ケースなどの調達ができておらず、2021年9月末現在正式開館の目途は立っていない。吉田法、大路宣戦生布告午前会議。ありがとうございます。